はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックでございます。で本日は12月中旬なんですけれども、でこちら東京ディズニーシーにやってきました。今現在ディズニーランド、ディズニーシーめっちゃお菓子不足です。で今現在ですね、東京ディズニーシーは1店舗しかないんですよ。バレンティーナズスイートでしかお菓子類が買えないんですね。でしかもスタンバイパスが必要で個数制限もあります。もうめちゃくちゃ厳しい制限してるんですけれども、で今回はですね、もう1店舗のお店、マーチャントオブベニスコンフェクションの様子をご紹介していきたいと思います。さあ、今回こちらやってきました、マーチャントオブベニスコンフェクションでございます。東京ディズニーシーの本来だったらお菓子屋さんになるんですが、今現在はですねお菓子不足で、バレンティーナズスイートでしかお菓子系購入できませんので、今現在どうなっているのか見に行きたいと思います。お菓子がいっぱい積まれてますが、今現在はお菓子屋さんではありません。はい、中入ってきました。ガチでお菓子系ないんですね。すごいタイル系がいっぱいある。ミッキーシェイプ系がいっぱいある。レジ横です。いつもだったらね、この辺にお菓子がずらっとあるんですけれども、本当異様な光景って感じです。ビリーブグッズ、バスタオルとかクッション、まさかの洋服もあるんですね。ポーチとかカバン系もあります。ぬいぐるみ系もいっぱいあります。もう何でもありですね。まさかのダッフィー系もありますね。もう今まではダッフィー屋さんしか置けなかったんですけども、もう今は関係ないみたいです。どこでも置いて OK になったんでしょうね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。マーチャントオブベニスコンフェクション、普段だったらお菓子屋さんなんですけれども、お菓子系が全くなかったです。いや本当衝撃な、ね、風景ですよね。このお菓子不足はね、去年もあったんですけれども、今年はおそらくクーポンのせいだと思いますね。全国旅行支援でクーポンもらえますので、それを使用するためにですね、グッズとかお菓子系がね、めちゃくちゃ売れてなくなっちゃったんじゃないかなと思っておりますね。本当今現在ね、パーク内で買えるのは1店舗、バレンティーナズスイートしかありませんし、しかもスタンバイパスが必要で、中に入れたとしても1人3つまでしかグッズ購入できませんので、ご注意ください。ということで今日はですね、これで終わりにしたいと思います。それではジョマジでした。ありがとうございました。バイバイ。